アラシュ自治国は1917年12月13日から1920年8月26日まで存在した国家。おおよそ現在のカザフスタンの領域にあった。首都は現在のメイ。アラシュ島のメンバー全列中央が自治国評議会議長となった母系派のフカザ夫人からなるアラシュ島はゼンキルギス人第2回大会において 1917年12月13日にアラシュ自治国の独立を宣言した。アラシュ党の指導者はアラシュ議会を設立した。アラシュ自治国はブケイフォルダ、ウラル州、トゥルガイ州、アクモリンスク州、セミパラチンスク州、セミレチンスク州、スイダリア州、サマルカンド州、アムダリア地域、 フェルガナ州のキルギス人軍、アルタイ県の懇中軍、佐藤支配し、各地に議会と委員会を設置した。カザフスタン政府は、白軍と同盟し、ボルシェビキに対抗して戦った。1918年11月、アラシュジッチ国は、ウファディレクトオリアにより、形式上廃止されたが、政府は1920年まで活動し続けた。 1919年には、白軍が敗北し、アラシュ自治国政府は、ボルシェビキと交渉を始めた。1919年から20年にかけて、ボルシェビキはこの地域と占領した、カザフスタンの白軍を撃破した。1920年8月26日、ソビエト政府は、アラシュ自治国を解散させ、ヒルギス自治ソビエト社会主義共和国を設置した。 この共和国は1925年にはカザフジチソビエト社会主義共和国に変化し、1936年にはカザフソビエト社会主義共和国になった。ありがとうございます。